末永クール、ゼナゴスワームという2体コンボがありますが、世界トゲのワームは通常の手順ではリアに不能です。そこで相方を終末エムラに置き換えました。ゼナゴスエムラをまとめてリアにして、飛行トランプル26点パンチです。これなら独走力で良いのでは?と思われそうですが、末永クの場合、X 呪文ではないため各種踏み倒しが使えるのがポイントです。今回は毎度おなじみビジックスの熟達と、ボチコヤシとの相性が良い墓所細工の2種で踏み倒しを狙います。最悪6マナなのでハードキャストも視野に入りますね。デッキ全体はこんな感じです。テーマ内記にはリアニやドレッジでよく見るメンツが勢揃い。手札やライブラリーからパーツをどんどん落としていきましょう。理想的な肥やし方ができれば、4ターン目に墓所細工の踏み倒しが狙えますが、要求枚数が多いので、できたらラッキーくらいに考えましょう。それでは対戦に入ります。土地さんで序盤の動きも釣り竿もありキープですね。お相手は相棒ジェガンサでイゼットカラーということで、ライフを大事にタックインで物あさりは後に回します。アルカニストが出てきますが、これは返しに処理できるので問題なし。末永クを墓地に仕込みつつ骨の破片で除去します。しかし除去したそばから2体目のアルカニスト、今度は無謀なる突進ですぐに仕事されてしまいます。火遊びをフラッシュバックして4点パンチで残り12点、ショックインしなかった分かろうじて4キル圏外にはなっているでしょうか。こちらは物あさりでゼナボスを墓地に落としつつ不可視の一別を確保、すかさず唱えて最後のパーツであるエムラクールも落とせました。これでターンが返ってくればミジックスの熟達で勝ちですね。お相手は表現の反復でリソースを回復する強い動きですが、このターンで削り切ることはできずターンが返ってきますね。それではミジックスの熟達で墓地の末永クを追放、そのまま踏み倒しまして、墓地からクリーチャー2体ゼナゴスとエムラクールを釣り上げます。これにて飛行速攻トランプル26点パンチ。対戦ありがとうございました。初手からゼナボスエムラを墓地に落とせる形ですね。これなら1ターン目から物あさりを唱えていきましょう。3枚目の土地と第3の道の創設を確保、良いドローです。お相手のデッキはまだ分かりませんが、気にせず第3の道の創設先読みで2章から出していきます。不可視の一別が落ちたので3章で踏み倒せそうですね。そしてお相手はオテペクの了承、まさかの恐竜デッキですか。かなり久々に見ましたね。動き出しは他の部族アグロより遅いですが、それでも侮れないです。こちらもパーツは全て落ちたので迅速に決めに行きたいところですが、物あさりフラッシュバックでミジックスを引きに行くか墓所細工かですね。今回はすでに墓地が十分超えているので、めくる枚数の多い墓所細工にしましょう。不得でめくった5枚の中から末永クを選択。次のアップキープに3枚切削して墓地がちょうど20枚になりますから、そのまま条件を満たして踏み倒すことができますね。お相手も残り6点まで削りますが、若干マナフラット気味だったのでしょうか。きっちりマナを使い切って展開されていたら危うかったですね。何はともあれ26点パンチ。対戦ありがとうございました。2ターン目不可視の一別キープですね。一別唱えて墓所細工を置いたら除去で時間稼いで勝ちのイメージです。土地詰まりが心配でしたが、最低限3マナまでは確保できたのでよし。パーツはゼナボスくらいしか落ちなかったけど、墓所細工でも削れるからよし。なんとかなるさ、の精神でやっていきましょう。墓所細工でめくった5枚に釣り竿はありませんでしたが、不得での踏み倒しは唱えたことになるので、エムラ単体でもありですね。あー墓地が追放されていく。終わった。1から墓地をため直しになったので、7ターン後にはエムラを踏み倒せますね。もうゲーム終わってるわ。一応すすの儀式で盤面を流すことはできますが、シェオル様が対象外なので骨の儀式1枚でなんとかするしかないですね。さらに墓地の侵入者まで、墓地ヘイト高すぎませんかね。
5点クロックに墓地追放は看過できないので、1枚目の全体除去を切りましょう。一応末永くと江村が落ちたので、単体でリアにすることはできますが、黒将来でもベリアナでもアウトなので素直にすすの儀式で。お相手はベリアナ、危ないところでした。それはさておき、先ほど第三の道の創設を引けたのは大きいですね。墓地には不可視の一別が落ちているので、三章で拾えれば一気に墓地が肥やせます。ゼナゴスが落ちればベスト、最低でもエムラの踏み倒しはできますね。ドレッジ界でも言った気がしますが、先読みが本当に便利です。だいたい1章か2章からですが、今回みたいに3章から入りたいケースもありますからね。さて、一別の結果は、ゼナゴスが落ちましたね。これでハンデスを食らわなければ次のターンにミジックスからワンショットです。もし落とされたらエムラを踏み倒して骨の破片でベリアナを処理して頑張ります。骨の破片、プレインズウォーカーにも当たるのが偉いですね。お相手は多くの弓使いを2連打してきて3点パンチ。4回誘惑されてるので追加で3点削ってきますが、追加の打点や墓地追放はなく、助かりました。ちなみにエムラはプロテクションインスタントを持ってるので、インスタントタイミングで対処するにはゼナゴスの方を追放するしかないです。この点はゼナゴスワームより優れていると言えるかもしれないですね。まあプロだとシオルドレッドの直霊という抜け穴があるんですが、今回は1マナしか経ってないので心配無用ですね。対戦ありがとうございました。メタンカッター、今回の戦績はこちらです。見ての通りイゼットウィザードにボコボコにやられちゃいました。初戦高校で勝てたのは奇跡に近いですね。ということでクソデッキ在庫処分期間は今回までとなります。次回からはいよいよエルドレイン再訪ですね。それまでに傭兵家業を一区切りつけられるよう頑張ります。ご視聴ありがとうございました。